お刺身をの食べに来る人にね、はい、これあの出したんじゃねえよ、うん、これちょっとお高い刺身なんだけどさ、はい、うん、原価考えたら できないよ。そうですよね、儲け、うん、考えちゃダメ、はい、お客さん喜んでもらえばそれでいいんだからさ。料理はね、真心だから、真心です、ね、心を込めてやんないとね、美味しいものできないから。そういうのはさ、贅沢しちゃいけないの、はい、お客さんより。お客さんの上行っちゃうとまずいから。うーん、今度はね、これを菊の花にするわけ。これが菊の花、はい、ん、これは扇形扇子ね、はい、濃い彩り綺麗です ね、うん、だからこれをやればもっと綺麗。そうすると何歳なんですか？81だよ。81歳。やりきがあればね、はい、100でもできるから若い子には負けたくないって お父さんずっとここ前原住んでるんですか？え、俺今ここに住んでるのはもうでも50年経つよ。あ、そんな経つんですね。うん、それまでは世田谷だからね。はい、で目黒区の自由が丘ってとこで、はい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 、うん、あそこで中華料理屋やってたんですか？そうへえ、うん、千葉に来られた理由とかあるんですか？そうここはね、華麗なる一族の土地だったのよ、全部、うん、なるほど。ああ、それが結局ほら、なんていうの、不在地主、要するにほら戦後不在地主で没収されちゃったわけ、はい、全部、はい、でそこだけ30坪ぐらい残ったところを私がいただいたのよ、ただで、はい、うん、トラリーもらったんですね。そう東京っていうのはそういう出会いがもう肝心でね、はい、いい出会いが人間マネーだから 80% は運だね。ああ、うん、あと 20% は自分の努力、はいはい、うん、そこで人生決まっちゃうんだからだから出会いっていうのはね、大事にしなきゃダメよ。まあ、そうですよね。うん、だね、これね、おろしてね、はい、あのお刺身に、ね、お刺身をの食べに来る人にね、はい、これあの出したんじゃねえよ、うん、これカツオの刺身ってね、はい、うん、ちょっとお高い刺身なんだけどさ、はい、うん、原価考えたら できないよ。そうですよね、儲け、うん、考えちゃダメ、はい、お客さん喜んでもらえばそれでいいんだからさ。すごい、うん、お客さんが喜ぶために安く、そう、うん、お刺身定食も安かったですもんね。そうね、お刺身定食でもね、結構ね、あの安いの、これ原価でもこんな値段でできないのよ。そうですよね、うん、より肉の魚を使ってるからじゃあ、はい、もともと料理の世界に入った時は中華だったんですか、うん、それとも和食とかだったんですか？いや、もともとほら親戚に魚屋さんだったから。あ、うん、そこでアルバイトして、小学校の頃ね、はい、アルバイト、まあお手伝い、アルバイトやってるとお手伝いだよな、はい、うん、してるうちにほらいろんなことを覚えたのよ。その子供の頃覚えたっていうのはね、一生忘れてないの。あ、確かに、うん、なんでもね、嫌なことはやんなきゃダメよ逃げちゃダメ、
だからね、今こういうなんていうの、修行ができないの、今の若い子は。ああ。うん。すぐ逃げちゃったり。そうそうそう、楽な方、楽な方行っちゃってさ、ダメ。だから、うちはね、もう、跡取りはね、はい、あれ、外人さんなのね。そうなんですね。うん、私の弟子でね、はい、今、修行に出してる高級な料理がある。1年ぐらい修行をそこでして、はい、また戻して、はい、私はここで半年、もう一回、ぐっちり仕込んで、はい、それでこの店とバトンタッチしようと思ってるね。私もほら、そろそろ引退しなきゃならない年齢だからね。本当に何歳なんですか？81だよ。81歳。うん。まあね、年には関係ないけど、やる気の問題だから。確かに。うん。やる気があればね、はい、100でもできるから。100歳もやってくださいよ。もうね、やるつもりではいるんだけど、でもやっぱりね、若い子育てなきゃなんないから。はい。こういう魚に下ろすのもね、はい、結局ほら、なんていうの、若い、10代の時にほら、お手伝いしてた魚屋さんの、はい、を見てね、覚えたのよ。あ、見て覚えたんですね。そうそうそう。教えてくれないか、誰も。あ、うん、昔はね。確かに、昔は本当見て覚えようって感じですね。そうそうそう。うん、今はダメだよ。今のかけらは日本人はダメ。だからもう職人は我々の時代で終わりよ。ああ、そうですね。うん。うん、残念ながら。はい。悲しいですよ。中華料理屋でほらマグロの解体ショーなんかやってるの世界でうちだけだからね。確かに。うん。中華料理屋さんでマグロの解体ショーは聞かないですもん。ね。これはね。はい。福田武雄さんに言われたの。そのやれない子でやりなさい。ああ、なるほど。ちょっと同じことやったんだよね。はい、うちも刺さないよって言われたよ。ごもっともなくて、やっぱり偉い人はね、はい、言うことが違う。それはね、お正月用にしてね、はい、クラゲをね、ああいう酢の物を作るわけね。クラゲの酢の物を作るんですね。そう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 。うん、匂いがあるのよね、すごくね。どういう匂いですか？なんていうのかな、独特の匂いなら、この匂いを消さなきゃならないからね。はい、そのためにはね、重曹がね、はい、お酢でこれを消すの。今日は重曹がないからね、お酢を入れて、はい、お酢でさ、少しつけとかないの。お酢でやると匂いが消えるんですね。そう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 。うん、これで5分ぐらいつけとかないとね。はい。うん。料理人で陳健さんっているでしょ。はい。あの人のお父さんと私は知り合いでね。長いお付き合いになったんだよ。はい。あの人はこれ NHK の料理人だったからなんだけどね、はい、世田谷で一緒だったと思うんだから。そうなんですね。うん、うちの近所にいたのよ、偶然に。それでお知り合いになって、はい、これはね、ほら、アジですか？これアジ、これほら、これミックスフライにするのにさ。なるほど、うん、フライ用の豆味が。そうそうそう、この骨もね、はい、これおせんべいにするわけ。ああ、最後。ああ、最後ね、ポリポリにして。そうそうそう、何でも捨てない。はい、うん、お客さんに出したねんね、サービスで。はい、うん、嬉しいですね、こういう動物があると。そう、
のんべえさんは答えられねえよ。はい、こういうことは魚屋さんでも今やってくれないからね。そうなんですか。やってくれない。へえ。魚屋さんでもね、アジの前後なんかこんなにするこういう人には取れないから。あ、そうなんですね。うん、もうそういう職人がいないの。でもどこになくなっていってしまう技術なんですね。そう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 。だからいずれあと 2,30 年経つと、もうあの料理屋自体がもうなくなっちゃうよ。あ、うん、職人がいなくなっちゃうから、はい、うん、そうするとほら、チェーン店が、チェーン店だけが残るのよ。そうですね。あ、2人を抜けたから、はい、ここでこう、料理はね、真心だから。真心ですね。心を込めてやんないとね、美味しいものできないから、はい、ね、美味しくなれ、美味しくなれってこうやって、はい、うん、少し匂いが消えたね。ここの骨が一番硬いのよ。こうですか。うん、これを取らないと、はい、うん、喉に引っかかっちゃうから、ね、うん、年の終わりにね、はい、うん、物事早いのよ。へえ。若い子には負けたくないって気持ちで。エイラックさんって、はい、何年目ぐらいのお店なんですか。ここ、はい、ここは30年近くやってるかな。そんなやってるんですね。うん、お父さん自体はこの料理の道に入って何年目ぐらいなんですか。おじさん、はい、おじさんはね、もう60何年も経つよ。大ベテランですね。そうそう、14の時からこの道に入っちゃってるから。へえ、うん。なんかその料理の道に入るきっかけとかあったんですか。物が、食べるものがない時代だから。ああ、やっぱり食べ物に飢えてたから、この仕事が一番いいなと思って。あ、うん、食いっぱぐれることないよ。そう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 。ここのお店の永楽さんの名前の由来とかってあるんですか。いや、由来ってあれじゃないけど、うん、ほら修行したとこが永楽っていうお店だったから。なるほど、うん、だからその名前をね、いただいたんですね。決着、うん、ないから、はい、うん、やってるだけの話であってね。これをまた戻すわけ。戻すんですね。うん。あ、大丈夫だ。匂いが消えた。これが染み込んじゃうんだよ、全部。へえ。うん、ごま油、うん、よいしょ。でお醤油ですね、うん、それであとはお砂糖、うん、あ、終わった、足んないな。これは足んないな。はい、これでみんな吸い込んちゃうわけ、これね、一日で。すごいっすね。うん。
そうすると味がもうバッチリ落ちなって、はい、バッチリ落ちなくて、であとほらキュウリをね、はい、入れてあげて、うん、で、なんで一緒に混ぜるんですか、はい、そうしたら美味しいんだよ。すごい、さっぱりした味で、うん、お刺身の注文食うといけないから、はい、か飾りを作っておくのよ。あ、なるほど、うん、この飾りをね、見に来るお客さんがいるの。へぇ、うん、遠くからね、はい、うん、遠くったって、一番遠いとこは北海道、沖縄、こんな遠くから来られるんですね。そうそう、うん、あと熊本だとかね、大阪だとかさ、はい、愛知だとか、いろんなとこ、それで山形だとか、土日になるとさ、はい、うん、天気のいい日がね、うん、こういう蝶々とかな、2番目に大事なものをお金を持ってさ、はい、食べに来てくれんだけど、大事にしなくちゃさ。そうですよね、うん、それで我々はしもべはさ、はい、生活してんだからな、はい、うん、だからね、商人はさ、うん、贅沢しちゃいけないの、はい、お客さんより、お客さんの上行っちゃうとまずいから、うん、うん、ね、だから車だって何だってそう、会社なんか乗っちゃダメなんだよ。おじさんなんかもう計一本。計一本で。そう。乗るとこは乗れんだよ。はい、別に。それをやっちゃもうおしまいだから。うん。ね、もうそこで終わり。はい、倒産しちゃう。うん、お客さんが妬むから。はい、やっぱ。あの野郎、儲けしやがって、俺の金なんて。返せなんて言われて。そうだ、そうだ。うん、これ最後ね、これで菊の花を作る。菊の花を作るんですね。うん。これを妻にするわけ。はい。美味しくなるとこうやんないとさ、はい、やらないんですよ。今度はね、これを菊の花にするわけ。菊の花、うん、こういうやつはほら、大根の葉っぱ、はい、これ葉っぱでこうする、はい、へ、ね、えー、うん、これが菊の花、はい、もうここまでやる職人がいなくなっちゃったの今。ないですよ、ほんと職人技ですよね、うん、でしょ。どうしよう、これもあれですか、ん、見て覚えたんですか。そうよ、みんな自己流でやるの。へー、うん、
やっぱりさ、料理でも何でもプラスアルファがないとさ、生き延びられないでしょ、人間さ、よそと同じじゃさ、ダメなのよ、あとキュウリだよな、キュウリは何にやるんですか、飾りだよ、みんな。でも飾りで。これは扇形扇子ね。大丈夫ですか？大丈夫です、お願いします。マグロのやつ。これ本マグロの中落ち。これ一番美味しいとこなのよ。はい、わかった。これはね、カツオ。そう。終わり初ガツオってね。終わりの初ガツオ。そうそう。今一番美味しい時。そうですよね。チャーハンは大丈夫。これ米。はいよ。これがカンパチ。カンパチ。はい。それこそお腹落ちね。お腹落ち。中落ちは高いんだよ。本マグロの中落ちって。こんなふんだんに大量の。そうそう。大量ね。そしたらこの海苔巻きをね。はい。三点さこのもやしとこの炒めとあともっともっと。地方からみんなこれを狙ってくるから。うん
ボリューム満点ですね。だから、おじさんはね、絶対ね、手抜きはしないの。はい、それはもう、おじさんは料理人だから。はい。その、イカウニ。そう、イカウニ。だから、この中に、はい、ほら、例えば、イクラ入れてもいいし、はい、キャビア入れてもいいし。うん。ね、物事はさ、そういう風にさ、はい、あれしない。大切なお金を使ってくれるんだからさ、はい、感謝の気持ちを込めてやらないとね。お客さんにも通じるから。はい、ね、分かった？うん、そういう感じ。濃い彩り綺麗ですね。ね、うん、だからこれをやればもっと綺麗。でもこれはもうこんなに飾りいらない。この丼にね、はい、あの食べたがる。オールワン。なるべくね、ある時は出したね。はい。記念写真撮って。こういうものにね、ラーメンでもこだわりがあってね、はい、卵でも何でもね、はい、あの量りにするんだね。ああ、なるほど。うん、これはね、大体あの鶴の形にするんだけどね。鶴ですか。うん、こういう感じでさ、はい、うん、で、このもやしは酢、はい、で鶏の酢の、ね、はい、ああ、なるほど。そう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 、そういうイメージでさ。はい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 。酢ね、はい、うん、鶏の酢、鶏の酢ですね。そこに真ん中にこの、で周りへこう、はい、ラーメンらしくね、はい、はい、これローメン、
これは半チャーハンのあれ、入れるもの。はいや、アーチェス。山形からいらっしゃったんですね。そうそうそう、まあ、いろんなところが来てくれるから、はい、ほとんど地方の人が多いのよ。考えられない。3点セット。はい。お信仰と、はい、漬物と、その時はいろいろ違うんですけど、はい、一応とりあえず漬物がついて、あとなんかこうちょっと。炒め物と。はい、結構うちのあれは結構ね、量が多いんですよね。多いですね。普通みんな漬物ちょこっとですもんね。でもね、うちのは結構あの麺もご飯も多かったと思います。多いんでね、安くて多いから結構人気で、はい、職人さんとかやっぱり喜んでいかれますよね。普通お通し物とかこういうのが少ないですもんね、他のお店は ね、 ちょこっとしかないですもんね、はい、でもうちはもうボリュームたっぷりでありますので。ラーメンのスープは豚骨とも鶏ベースなんですか？鶏とね、はい、豚の肩骨。へぇ、うん、こんないい匂いするんですね。うん、それであとほら、ニンニクだとか生姜だとかね、はい、小豚とか、はい、うん、いろいろほら、薬膳にはあれなんだよ、はい、体に、ね、いいものを食べてもらうと思って、はい、ね、はい、これミックス、スープね。はい、これ。はい、OK。レバニラ。はい、どうも。レバニラ。ほら、これだな。およく。
はうちの看板だから。そうなんですか、ね、これと肉団子とな、はい、あ、この分チャーシューあったんですね。うん、そうそうそう、チャーシュー麺ね、チャーシュー麺、はい、はい、チャーシュー麺、はい、ありがとう、はい、ありがとうございます、どうも。あ、どうもありがとうね、どうもね、バイバイ。上までそんなに早く治っといて、ゆきと遊んでね、バイ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 。ね、お魚先生食べたからね、おもちゃもらって、ね、あ、おもちゃ持ってきます。うんうん、好きなだけ持ってきな。ありがとうございます。バイバイ。みんなやって見てるね、間違いないで、隣のおじさんに見ちゃったら隣のおじさん、ね、バイバイ、またね、はい、ありがとうございます。いただきます。すみません、ありがとうございました、どうも、はい、お大事ですよ。